スタイリスト若狭の若狭チャンネル始まります。皆さんこんにちは、スタイリストの若狭です。今日はですね、ボーダーを大人っぽく着る方法と、私がおすすめするボーダー T シャツの、3個をですね、ご紹介できればなと思っています。この前、アップしたユニクロ U の、オーバーサイズコットン T シャツのこの襟元、首元のヨレを直すっていう回がですね、すごい反響が良くて、同じように多分悩んでいる方とかもすごい多かったんだなって改めてこうコメント欄とかを見ると思ったんですけれども、たくさんこう見ていただいて参考になりましたとか、やってみますっていうコメントをもらい、本当にやってよかったなと思っています。この T シャツね、1500円っていう、価格、ユニクロさん全体的にこう安いから、もう今シーズンね、1回でいいやとか、少しでもよれたり汚れたりしたら、捨てちゃえばいいやっていうふうに、思いながら買ってる方も多いかもしれないんですけれども、私はすごいちょっと貧乏症なので、なんか2、3回着てね、よれちゃったりしたら、なんとかこれ修復してやろうっていう風な、スタイリスト魂ですかね。安いものに関しては、サイズ、買うときですね、買うときも、試着すごいたくさんしてみたりとか、あと、なんとなくサイズ感これでいいやなんて言って買うことは決してないです。なので、洋服もね、買うときちょっと真剣に、安いからってサイズ感も見ずに買うのはやめてもらい、お手入れもきちんとすれば長持ちして、大切に着れると思いますので、ぜひお洋服を大切に、着ていただけたらなと思っています。はい、ちょっとね、話が逸れてしまったんですけれども、早速本題に入りたいなと思います。まずですね、私がおすすめするボーダー3つのブランドをご紹介したいなと思っています。こちら、もう形見てね、すぐ分かる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、セントジェームスの T シャツになります。もうこれ私いつ買ったのかなって思うぐらい、かなり前に買ったものなんですけれども、なんかこうちょっとね、くたびれた感も私嫌いじゃなくて、意外にもう本当に夏になったら、この、セントジェームスの T シャツを着まくってる感じです。で、セントジェームスね、多分皆さん持ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、これの歴史もう130年になるそうなんですよ。私もちょっと知らなかったんですけど、そんなに歴史があるブランドなんだなと改めて思うんですけれども、で、私これ買ってるのはですね、ピリアックっていうユニセックスの、形になりますね。ちょっとここの襟元のところがボートネックっぽくなっていて、で、袖がちょっと長めになってます。で、いわゆるセントジェームスのちょっと地厚な生地のもの、なんていうんだっけな、ウェッソンですね。合ってる？ウェッソンと同じ、コットン素材なんですけれども、あれはちょっと地厚じゃないですか。この夏、春夏物に関してはこうめっちゃ柔らかいんですよ。で、吸湿性もよくって、もう汗とかすごいかいてもすぐに逃がしてくれるので、すごく着心地もいいですし、夏場にはすごくおすすめです。で、袖口もねちょっと長いので、もう二の腕も隠れるし、本当夏場いっぱい着てるなって感じですね。そう、セントジェームス多分みんなね、買うときに、お店の人に言われてるかもしれないんですけど、サイズちょっとね、ワンサイズ上げた方がいいですよっていう、なぜならば縮むからっていうふうに言われてると思うんですけど、私も一個大きめなサイズを買って、そんなにね、これに関しては、縮んだ印象はなかったんですけれども、多分このウェストンってやつはね、激縮みするの多分、買われた方は知ってるかと思うんですけれども、これに関してはそこまで縮みはなかったかなって思ってます。サイズはですね、T3 を買いました。で、US で36サイズぐらいですかね。はい。
で、値段は7480円になります。なんかセントジェームスさんのレディースのものもあるんですけれども、なんとなく形がですね、私好みではなくて、なんかレディースサイズだとちょっとここのね、なんだろう、ラウンドが深かったりとか、あとちょっとこうタイトめで絞られた、ウエスト位置が絞られたりとか、なんかそういったシルエットになってたので、まあなんか一番定番で使えるのはこの、まあ、ユニセックス系の、ものがいいのかなって思っています。だからこれ、ワンサイズ1個上げて買うのと、あと洗う時なんですけれども、ちょっとまたお洗濯情報なんですが、まあ、長い時間にこう洗濯液につけたりとかせずに、もう本当手短に、まあ、洗って絞って、で直射日光当たらずなところに裏返して干す、まあ、そうなると結構長持ちします。まあ、5年以上確実に着てますね。まず着た感じ、こんな感じです。で、袖丈結構長めですよね。で、ボートネックなので、ちょっとなんだろう、この辺の首元すっきりしてる感じで、いいのかなと思います。で、私このネイビーかける白を選んだんですけれども、下はですね、デニムとかだとちょっとほっこりしちゃおうかなと思ったので、こういったちょっと黒で締めた感じのトレンドっぽいパンツを合わせてみました。で、アクセサリーとかはね、もうボーダーに関しては必ず私つけた方がいいかなと思うので、この時はですね、ゴールド系ですね、ネックレス、ゴールド系ネックレスとループのピアスをつけています。まあ、ゴールドでね、ちょっと大人めに仕上げてみました。次はですね、こちらのブランドになります。ルミノワというブランドになります。これ結構フランスのブランドで、1936年からやってる結構老舗ブランドではあるんですけれども、日本でね展開するやつが結構ここ数年なので、まあ、目にする、まあ、セレクトショップとかそういったところでね目にする方も多くなってきてると思うんですけれども、私はノースリーブを買いました。このブランド、まあ、形結構いっぱいあって、ゆったりとしたシルエットのボーダーだったりとか、あとこうドロップショルダー、肩が落ちた感じの、ものだったりとか、あともちろんこういうノースリーブもありますし、ちょっと変形型が多いかなと思っています。なので、まあちょっとお腹周りね気になる方とか、そういった方にはすごいおすすめなアイテムが結構豊富に揃っているかなと思いますので、ぜひ概要欄にリンク貼っておきますので見てみてください。私、T1T サイズを、持っています。で、お値段は1万円ですね。で、なんか今ちょっとセール期間中だったんで、まあ、5000円とかそういったのでね、ちょっと売ってるかもしれないので、ちょっとチェックしてみてください。で、ルミノワの特徴としてはですね、特にこのタイプ、前はこうね、ラウンドじゃないですか。こっち、両方リバーシブルで着れる感じになるんですよ。で、またね、V だと全然ちょっと印象が変わってくると思いますので、ちょっと着た感じこんな感じなんですけれども、まあ、ちょっとね、女らしい感じになってくるので、まあ、下はちょっとメンズっぽいようなものを合わせたりとかするときは、こっちの V を表に着た方がいいのかなと思っています。結構ね、ここの空きだけで随分こう印象が変わってくるので、本当に両方着られるっていう優秀な子になります。はい、じゃあこれのコーディネートの説明なんですけれども、ちょっと大人めに今回は仕上げてみました。ハイウエストのワイドのパンツですね、ちょっとリネンが入った感じのベージュのパンツに合わせました。これね、サイドがすごい可愛くって、このパンツすごい気に入ってるんですけれども、サイドがもうこれなんですけどね、サイドはこんなパカパカと開いて、歩いた時に結構足首とか見れるので、女らしく着られるかなと思っています。なんかミューニックっていうブランドなんですけど、これも概要欄に貼っとくんで、ぜひよかったらチェックしてみてください。すごい履き心地いいです。で、ちょっとねヒールのものだったりとかを合わせたり、あとはネックレス、パールをつけたり、あとブレスレットとかね、ノースリーブなので結構こう太めなバングルしてもかっこよくなるかなと思っています。
はい、それではですね、最後になるんですけれども、最後はこちら、今私が着ているアニエスベイの定番のボーダー T シャツになります。もう本当このタイプもね、すごい定番で、もういわゆるアニエス世代を経験しているので、みんなアニエス着てました。まあ、その時から本当愛用してる T シャツで、多分これは2回目ぐらいですかね。今これ、サイズは2っていうのを着てるんですけれども、前はちょっと若かったので1を着ていました。もう本当にとにかくこれ丈夫。なんかなぜかというと多分ね、これラガーシャツで、の素材でできてるそうなんですよ。なので本当に丈夫でびっくりするぐらい。型崩れせず、こう襟元もよれず、すごくおすすめな、定番商品かなって思います。なんかもう少しこう太めな、これが今 12×12mm ですね、 12mm のボーダーなんですけれども、まあ 60mm っていうののもっと太めなボーダーも定番でやってるんですけれども、やっぱり、ね、その辺はもう若い子にお任せして、大人はこういったね、ちょっと12ミリの方が着やすいかなと思っています。お値段はですね、9900円。で、サイズはですね、1から3まであります。はい、ではコーディネートの説明なんですけれども、結構ね、こうカジュアルな白い襟元だ、首元だったりとかするので、きれいめなスカートを合わせてみました。プリーツスカートで、まあ、ボリューム感もあるので、ちょっと高さのあるサンダルとかを合わせています。で、全体的に、ね、ぼんやりしないように、黒いバッグと黒い足元とかでちょっとキュッと締めてみました。で、髪もですね、なんかなんかこう、ボリューム感が出ちゃうので、髪はタイトにまとめて、まあ、頭ね、ちょっと今、癖気がひどいので、よくこういったスカーフを巻いてたりします。はい、以上になります。皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、ボーダーの企画をやったんですけれども、多分皆さんね、すごいお持ちの方多いんじゃないかなと思いますので、まあ、大人っぽく仕上げるポイントとしてはですね、ボトム選びが重要です。まあ、きれいめなボトムを選んであげることで、ボーダーのちょっとカジュアル感が抜けて、おばさんっぽく、ドカジュアルな感じにならない、スタイリングになるかなと思っています。で、どうしてもね、こうちょっとカジュアル感なアイテムを着たいわっていう方は、ちょっとトレンドっぽいボトムを合わせるといいのかなと思います。ちょっとハイウエストのね、こういったデニムだったりとか、あとはね、重要なのはもう本当アクセサリーですね。まあ必ずちょっとゴールドだったり、まあ、パールだったりとか、品のあるようなアクセサリーをつけるのがいいのかなと思っています。まあ、おすすめはね、ちょっと、まあ、ゴールド系、パール系とかはいいのかな。あとは、まあ、夏なので、結構大ぶりなものを合わせても可愛いかなと思います。ぜひね、カジュアルなボーダーを大人っぽく、素敵に、こう、コーディネートをして、夏をのおしゃれをね、楽しんでいただけたらなと思います。それでは、楽しかったとか、すごく参考になったっていう方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、お願いできればと思います。それでは、夏、ボーダーをもっとおしゃれに楽しく、着こなし、楽しい夏を過ごしてください。それではまた。